あ、どうもどうも。元気そうで何なんとか。どうだ、ケバどうですか。あ、まあ、もしもし。あ、そうですか。いや、まあまあ、良かったです、ね。あ、そうですか。なんとかプラスで終わりました。ああ、すごいですね。いやいや、でも難しいですよ。僕、僕、負けました。いやいや、一部のほとんど。なんとかやってます。なんとかです。この前100万負けましたよ。100万やってるっていうのは違うんですね。彼、明日、七夕賞。七夕、何来ますかね。まだ七夕と、あの小倉。小倉、うん、どっちか、どっちか、あれですか。穴狙いですか。どっちか、穴とですか。あれですね、どっちかはあれです。多分、七夕あれと思う。あります。あれと思う。じゃあ、ボックスで買ってもいいですか。あ、じゃあ、僕も、なんか、あ、食べてください。はい、はい、どうぞ。また一名様お願いします。ボックスの方がいいですかね。そうですね。あの流しよりも。流しだったらまあマルチで買った方がいい。ああ。こちらいらっしゃったんですか。なんかもうこうたまたま通ったらね、店長いたんでね。いやだから どちらにいて、あれなんか店なんか変わりました。いや変わる予定だったんですけど、まだここに、あれしぶたにさんも変わりましたもんね。そうですね、渋谷さんは。あ、どちら、中掛町ですか。ちょっと事情があってちょっとお休みいただいてるみたいです。あ、そうなんですか。なんかこの前行ったらなんかいなかったんで。西口本店という、ありがとうございました。駅前のお店に在職在籍はして、今お休みです。あ、そうですか。あ、じゃあこれお願いします。はい、改正。はい、あ、この名前付けます。2枚、3枚で。じゃあ3枚でお願いします。はい。はい、改正します。海鮮丼って焼き3枚お願いします。いや、本当なんかお元気そうで。いやいやいや。もう子供さんも大きいんじゃないですか。あ、そうですね。だいぶ小学生入りました。ですよね。あれ村田ですよね。痩せたんじゃないですか。少し痩せました。去年骨折もして、そうなんですよ、YouTube にも載せたんですけども、心不全にもなったんですよ。心不全、去年の5月に。大変大変だったんじゃないですか、コロナで。大変でしたね。でも競馬がねすごいです。いつも何買ってるんですか、競馬は。すごいじゃないですか、三連単。硬い鉄砲が馬たとか。ああ、僕なんかいつも副賞ですよ。副賞。5、6点くらいで収まるといいですね。じゃあ YouTube まだ見せて、どうもよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。これトムフォード来ないですか。あ、そうですね、トムフォード来ないです。あと出てないのとかもございましたので、何かお探しの方がございましたら、はい、これは、はい、エフェクターですか。はい、これがすごいおすすめの形です。よく海外のストーリーを
100円。あ、そうですか。そうなんですよ。あ、ハムフード純正のものじゃなくなっちゃうんですけど。あの、胴も入るの？あ、胴も入れるのもできますね。普通にあのこっちのメガネのにもカラーレンズ入れることできるので。まあ、ごついが僕の場合あの、はい、買うときにやっぱ丸よりもごつい方がなんかいいですよね、はい、どっちでもね。あ、ほんとごついですね。四角でも若干丸い形とか、多分こういう形とか、ここら辺ですね。こことあとこれもおすすめです。あ、これ、はい、こことここら辺がやっぱおすすめです。あ、僕何似合いますかね。そうですね、多分今のかけてるらしい、こっちの方がいいですか。レーバンとか、いや、でもトムフォード飛ぶのがいいですか。すごいおすすめですよ、これ。結構若い方でもトムフォード、最近ご購入される方多いので。あ、そうですか。そうなんです、増えてきてるので。やっぱここら辺とか、まあ、今も多分真っ黒なので、あえてこういう若干べっ甲の入ったちょっとこれかけてみようかな、形とかでもいいかもしれないですね。あ、あのレンズも入れ替えられるんですね。あ、レンズも、そうですね、銅だと8800円から。トムフォードここが細くて、だんだん太くなったりとかもしてるので、そうですか、面白い形をしてます。これかっこいいですよね。かっこいいですよね。やっぱトムフォードのマークTが入ってるといいですよね。悩みますよね。悩みますね。でも多分今のに似てると多分ここら辺ですね。ちょっとこれかけてみていいですか。はい、これがいいのかな。でもちょっとレンズちょっと変えないとね。そうですね、度付きですね。度付きのカラーをしていただくと、11,100円を買えますね。まあ、10万あれば移り来るって。そうですね、10万あれば移り分けます。いいレンズにしていただいても。あ、そうですか。レンズの幅とかも小さめなので、目立ちすぎずかけられる。あ、そうですか。意外と結構出てないのが、あ、そうですか。あ、すみません。あ、いえいえ。あ、これ新しいやつですか。こちらは
あ、そうですね、こちらちょっと出てないやつなんですけど、仕切れてないものがたくさんあるんですけど、これも、あ、新作、あ、新作ではないですけど、ただちょっと押し切れずに眠ってるやつがあって、もう長いです。もう何年くらいもやったんですか。30年くらいです。え、あ、このひょうたん揚げ、ひょうたん揚げ、結構長いんですけど。え、長いですか。40年以上やってると思います。じゃあ小野さんが生まれる前から。サンマおろしてさ、サンマみじんに落としたのね、はい、で、拾ってくれた人いてさ、普通持ってく人多いよね。あ、そうですね。やっぱ日本っていいよね。でもしサンマみじん拾ったら どうする。例えば自転車の人がさ、ればサンマを落としてさ、あ、交番に届けますね。届ける、はい、それとも自分ポケット入れる。いやいや、それは絶対したい。そう、あ、優しいんだよね。いや、でも本当よかったよ、本当に、うん、よかったです。そう、もう働いてどのくらい経ったの。もう、あ、もう1年は経ちました。あ、だよね、うん、頑張ってね。